こんにちは、カンドです、今日もですね、オリジナルの手ぬぐいを作ろうと思っているあなたに向けたワンポイントアドバイス、これをですね、していきたいと思います。今日はですね、この手ぬぐいの使い方についての説明をですね、していきたいと思います。一般的にですね、剣道の手ぬぐいとかのように、用途によって使ったり作ったりすることもあるんですけども、普通一般の手ぬぐいっていうのの使い方、やっぱりね、包むっていうのがやっぱ第一ですね。今は包むっていうことが多いです。例えば、ビール瓶を包むことないでしょうけどもね、ワインのボトルなんかを包んでみたりとか、ペットボトルを包んでみたりとかいうこともあるでしょうね。で、やっぱり使い方として一番多いのがハンカチのように使うっていうのがこの、手ぬぐいですね。ハンカチのように使うことが多いです。でハンカチは用さらしって言いまして、和用のようにさらすということですね。でどうしても毛羽を取ってぴっちりとアイロンで当てたように仕上げるっていうのがこの、ハンカチの特徴なんですね。で日本の場合、この日本の場合というかこの手ぬぐいの場合は和さらしっていう方法を使います。ですからじわっとさらしていくんですね。用ざらしっていうハンカチのように伸ばしながら毛羽を焼いてぴっちりと仕上げるという方法ではなくて、どんとその用ざらしつけてしまってじわっとやるっていうのはこの用ざらしじゃなくて和ざらしの方法です。で干し方も天日干しとかね、その無理やりアイロンで伸ばしたりするっていうことないですね。でなおさらその毛羽を、ね、焼いたりっていうこともないんですね。ということはどういうことかというと、柔らかく使えば使うほど柔らかくなってくる。昭和の初めの頃なんかでしたら、紙おむつの大時代は赤ちゃんのおむつっていうのはこの手ぬぐいが使われてたんですね。だからこういったことも考えますと、やっぱ手ぬぐいってすごく柔らかくて優しいんですね、肌に。でこういうことがあります。ですからこういった使い方を考えてですね、ぜひ使ってみてほしいですね。私どものホームページでもトップページに使い方なんか出てますので、ぜひ一度ね参考にしてみてください。よろしくお願いいたします。